卓球、WTT コンテンダーチュニス2024日程、2024年6月25から30日場所、チュニス、チュニジア。30日、WTT コンテンダーチュニス2024は大会最終日を迎え、全種目が終了した。男子シングルス決勝では、張本智和、智和企画、と宇田幸や、京和麒麟の日本人対決が実現。張本、宇田ともに、 準決勝ではフルゲームの日本人対決を制しており、2戦連続での日本人対決となった。第1ゲームは長本リードの展開で試合が進むも、終盤に攻勢を強めた宇田が逆転でゲームを先取する。第2ゲームは競り合いを中盤で抜け出した長本が取り返し、第3ゲーム序盤も流れは長本に傾くも、宇田が再び逆転で制す。 第4ゲームは展開を変えてきた長本が序盤で一気に突き放し5点差に。そのままリードを持ち続け、張本がゲームをダッシュ。そして、その勢いのまま第5ゲームも長本が練習し、先に長本が3ゲームを奪う。しかし、第6ゲームは1点。宇田が得意のフォアハンドを存分に活かし、張本の攻撃を完全に抑え込みゲームをダッシュ。試合はフルゲームへ突入する。 第7ゲームは中盤まで競り合う展開になるも、抜け出したのは長本。戦術を生かして先に長本がマッチポイントを握る。宇田も激しいラリーを制して猛追するも、最後は宇田のドライブがネットを越えず。フルゲームの末に長本が勝利。日本人対決を制し見事優勝を飾った。男子ダブルス決勝では張本智和、智和企画、松島菊、木下グループ。 ペアがコウヒコセ、フアン・ヤンチェン、ヒョウ・ヨクシン、フェン・イーシン・チャイニーズ・タイペイ、ペアと対戦。ゲームカウント3対0で張本、松島ペアが勝利し、見事優勝を飾った。張本は早田ひな、日本生命、とペアを組んで出場した混合ダブルスでも優勝しており、男子シングルスと合わせて今大会三冠を達成した。女子シングルス決勝では、張本・美ワ、木下グループ、と大藤さつき、 ミキハウスが対戦第一ゲームから激しいラリー戦となり、大藤が若干先行するも、大藤のゲームポイントから長本が連続得点で逆転。デュースを制した長本が第一ゲームを先取する。第二ゲームも激しい打ち合いとなるも、ラリー戦では長本が上回り、張本が序盤から大きく先行する。大藤も終盤に猛追を見せて2点差まで追いつくも、 逃げ切った11-8で長本がゲームを練習。続く第3ゲームも大藤が長本を追いかける展開となるも、再び張本がゲームを奪い、勝利まであと1ゲームとする。なんとかゲームを奪いたい大藤だったが、第4ゲームは中盤に長本が完全に流れをつかみ、大藤を突き放してダッシュ。ストレート勝利で日本人対決を制した長本が、見事優勝を手にした。 女子ダブルスでは、大藤さつき、横井さくら、ミキハウス、ペアがヤシャスニーゴーペードダイヤパラックチタレ、インド、ペアと対戦。ストレートで大藤、横井ペアが勝利し、見事優勝。日本勢が全種目制覇を達成した。